チャンドラーはフリーなパーソナルインフォメーションマネージャーソフトウェアスイートである。以前は GNU ゼネラルパブリックライセンスにおいて公開されていたが、現在はアパッチライセンスの下で利用可能である。カレンダー、電子メール、仕事の予定表、ノートテイキング機能が付属する。初期状態では英語のみにしか対応していないが、拡張機能をダウンロードすることでフランス語、ドイツ語、 フィンランド語、スウェーデン語に対応させることができる。チャンドラーはオープンソースアプリケーションズファンデーションによって開発されている。用いられている主なプログラム言語は Python である。Linux、Microsoft、Windows、マッキントッシュで利用できる。プログラムの名前はミステリー小説作家のレーモンド・チャンドラーに由来する。また、1980年代に開発されていた。 ロータスアジェンダの影響を受けている。チャンドラーで目指されている目標は以下の通りである。http チャンドラープロジェクト org プロジェクツローケラゼシャンプロジェクトチャンドラーウィキローケラゼシャンプロジェクトハットローゼンバーグスコットドリーミングインコードクラウンパブリッシャーズニューヨーク2007年81ページありがとうございます。